もう一つ放射能で心配なのは大気の汚染です。発電所では周辺地域にモニタリングステーションを置いて大気中の放射能の状態を常に測定しています。このパトロールはこれらのステーションを回って測定中の計器を常に監視し、放射能障害を未然に防止すること、さらに万一の事故の場合、いち早く発見して素早く確実に対処するために定期的に行われているのです。この他に自動的にコントロールセンターで日常連続の監視ができるガンマー検出器があります。これがそのガンマー検出器で、発電所の中堅にいくつも取り付けられ、放射能の汚染をチェックしています。原子力発電所の安全について、原子力研究所の金井調査役は、原子力発電の燃料はわずか1グラムで石炭3トン分ぐらいのエネルギーを出しますので、わずかな燃料でたくさんの電力が得られると同時に、取り扱いや経済的な面から言っても有利なわけです。世界各国もこうしたところから原子力発電の実用化を進めておりますけども、日本は他の国に比べてもっと切実な問題となっているわけです。原子力という言葉を聞くと皆さんは怖い、あるいは恐ろしいというようなことをお考えになるかもしれませんが、こうした原子力発電所の建設にあたっては、その安全性については法律に定められた厳しい規制に受けながら、あらゆる角度から審査をしておりますので、そうした心配は絶対ございません。また公害の問題についてもそうした心配はないわけです。資源の少ない我が国としては、石油に代わるエネルギーとしてこれから原子力の時代がやってくるわけです。20年後には全体の半分近い電力が原子力によって賄われると思います。